ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、野村古道作、銭形平次、捕物控えより五月人形。この作品は昭和27年1952年オール読み物4月号に掲載されたものです。それでは本文をどうぞ。第一章。おやめ、世間はとうとう五月の節句となりましたね。八五郎が感慨無量の声を出すのです。世間ときたね。おめえのところは五月の節句が素通りすることになったのか。平次は退屈そうでした。この10日ばかりは小泥棒と夫婦喧嘩ぐらいしかなく、平次の見張っている明神様の氏子は申すまでもなく、江戸の下町一帯はまことに平穏無事な日が続いておりました。あっしも男の子でしょ。それに間違いもなく一人もんだ。鯉のぼりや五月人形の税は言わねえが、せめてや菓子屋持ちぐらいにありつけないもんかと、朝っから二三軒男の子のありそうなところを当たってみましたが、楽しい野郎だな。あいにく俺のところもお祝いするほどの男の子はねえが、謎をかけられて季節のもんを食わせねえほどのしみったらじゃねえ。おい、おしず、表の持ち合いって柏餅を掃除前にしてな、へそがあくびするほどハチの野郎に食わしてやるがいい。平次はお勝手にいるおしずに声をかけました。冗談じゃありませんよ。そんな人の悪いなぞなぞなんかかけるもんですか。おしだって柏餅を食うお蝶目ぐらいありますがな。例の男がお茶屋の店先に突っ立って頬張るのも色気がなさすぎると思って、つい一人もんらしい愚痴を言ったんですよ。食い気ばかりかと思ったら色気もあるんだな、おめえは。まあ安心しねえ。おしずは気が小せえから柏餅を一両と買って帰る気づけばね。平次は前掛けを帯に挟んで路地の外へ駆け出してゆくおしずの後ろ姿を見ながら太平楽を言っております。ところでね、親分、近頃変なことがあるんだが。また変なことがあるのか。五月人形に恨みがあるのか、方々に人形荒らしがあるんですよ。人形荒らしというのは聞いたことがねえ話だな。いずれ男の子に死なれて気が変になったもんの仕業でしょうね。八五郎はそれでも狼藉者の英知を働かせたりしました。どことどこだ。大伝馬町の木綿問屋の伊勢屋、村松町の大黒屋、本町二丁目の呉服屋で田島屋、みんな金の有り余る大棚で、そんなことは内緒にしておきてえでしょうが、人形荒らしなどは珍しいから、若え奉公人の口からすぐ漏れて半日たたねえうちに足の耳へ入りますよ。で、盗まれたもんはねえのか。何にも盗まれなかったようで。金太郎の腹掛けをむしったり、正気様の首を抜いたり、散々のいたずらですが、物を取った様子はありませんね。縁起物の人形を壊すのはふてぶてしいやり方じゃねえか。平次は苦々しがります。そういったたちの悪い仕事は妙に勘に触るのでしょう。あっしの聞いたのは三件ですが、他にもあるかもしれません。少し調べてみましょうか。無駄だろうよ。どこの親も隠したがるだろうから。でもそれより、その人形を買ったのはどこで、細工は誰か一応聞いてみつくれ。金持ちだけがやられたんなら、いずれ細工のいいもんだろう。わけがわかりゃそのあたりじゃねえかな。そんなことならわけありませんよ。ちょいっと行ってきましょうか。待ちなよ、柏餅が来たじゃねえか。お茶が入るだろう。おやおや、これで掃除めえか。たった九つ、しみったれた餅屋だな。平次は柏餅の数を顎で読みます。これだけあれはたくさんっすよ。八五郎はさすがにもじもじしております。柏餅が掃除前でなくって、巾着の中身が掃除前になったんだろう。お前さ。お茶を持ってきたおしずは平次の悪逆に当てられて、敷居際に立ちよどみます。柏餅で腹をこさえた八五郎はすぐさま出動しましたが、
半日経たないうち、詳しく言えば5月5日の暮れないうちに明神下の平次のうちへ戻ってきました。綾部、五月人形の作人はすぐ分かりましたよ。相変わらず突っ立ってものを言う八五郎です。まあ座れ。え、ところでね、親分、面白いことがありましたよ。何が面白いんだ？あれから実験棚のお人形屋と人形を荒らされた三軒のうちと人形作りの東秀斎栄吉という男のうちを歩いてみると、呆れ返ったことに、どこでも茶漬けに柏餅が出るじゃありませんか。いや、もう柏の葉っぱの匂いを嗅いでもムッとくるほどで。気楽な野郎だ。それでおめえの調べはみんなか？なんでもねえ。調べは調べですよ。親分が言った通り、人形を荒らされた三軒とも名代の大棚で、人形も立派でしたよ。ところが三軒の人形がいかにも似ているから、それを買ったという実験棚の人形屋へ行って聞いてみると、作人はすぐ分かりました。東秀斎栄吉という鎌倉町の人形師で、名前は知っているよ。名人だそうだな。訪ねてみると50絡みの野暮な親父で、せがれを奉公に出しているとかで、弟子が3人と山目暮らし。その弟子は3人とも留守でしたよ。5月5日は腰虎の藪入りだから、若え者のことだし、両国か浅草へでも行ってるでしょう。もっともうち弟子は一人だけで倉松とか言うそうです。その男のこしらえた人形が壊されたということを本人は知っているのか？知っていましたよ。あれはわしが念入りにこさえた3組の五月人形で、他にはあんなに手の込んだ細工はありませんと言っていましたが、その人形をめちゃめちゃに壊されるわけがあるのか？作人の東秀斎には心当たりがあるだろうと思うが。それも突っ込んで聞いてみました。でも本人の東秀斎にはどうも心当たりがねえんだそうで、多分私の腕を憎んでいる人形師仲間の仕業でしょうと職人らしい自慢をしていましたが。それは変だな。何が変です、親分。念入りにこしらえた3組の人形の買われた先を知っていて、そこだけ狙って荒らしたのは変じゃねえか。これは決してまぐれあたりやでたらめな剣道じゃねえよ。そんなもんでしょうか。平次は一応の疑いを挟んだだけでした。これが思いもよらぬ大事件になろうとは夢にも思いません。第2章、八五郎が飛んできたのはその明くる日、5月6日の初夏らしい清々しい朝でした。またなんか底辺を仕入れてきたらしいぜ。気をつけろ。格子は開けておいたが、茶碗かタバコ分ぐらいは蹴飛ばされるから。路地を入ってきた八五郎は長火鉢の前の平次からは見通し。早め、あった、何があったんだ。まるで底辺が死刑を食らったような顔だ。鎌倉城からひとっ飛びにかけてきましたよ。銭形の親分のお膝元の殺しだ。すぐ神輿を上げてください。はあ、喉が渇く。勝手に手を切れ、首を突っ込め。誰が殺されたんだ？人形師の東秀斎。締め殺されているのを遊びほうけて今朝ぼんやり帰ってきた内弟子の倉松が見つけて大騒ぎをしているところへ、ちょうど昨日の続きを聞く気で足が行って鉢合わせをしましたよ。よし、行ってみよう。どうやら不景わけがありそうだ。平次は手早く支度を整えると、女房のおしずの切り火を浴びながら八五郎を促して鎌倉町に向かいました。薫風に素合わせのたもとを吹かせて江戸の風物は一番嬉しい時ですが、仕事となると町々の青葉にも山ほととぎすにもこだわってはおられません。このうちですよ、親分。お稲荷様の鳥居の裏、八五郎はざわざわしている小さいうちを指さします。およ、銭形の親分だ。顔見知りらしいのが言うと、近所の衆が慌てて立ち上がりました。後に残ったのは若い男が2人だけ。私はこのうちのせがれの幸之助と申します。ご苦労様で。青白いが25、26のいい男がまず挨拶しました。
おめえはこのうちにいなかったのか。へえ、本町二丁目の田島屋に奉公しておりますので、親父が死んでいるという急の知らせで駆けつけました。まさか殺されていようとは。幸之助の声は濡れます。お店者らしい洗練された若者ですが、いかにも華奢で気が弱そうです。おめえは？平次はそのそばにいる30近い、これは頑固な体を持った武男に話しかけました。倉松と申します。東秀祭の内弟子で、ゆんべは3月の3日と5月の5日は休むことになっております。玉の骨休めですから、師匠に留守番をしていただいて。どこへ行ったんだ？平次は死骸の前でケラケラ笑っているこの男の不謹慎さを咎めるように厳しく追及しました。牧町で一晩過ごしました。相手をしたのはお千代というとんだいい女で。ああ、八五郎はとうとうたまりかねた様子で決めつけます。親方が殺された晩、江戸で一番下等なバイタを相手にしたのろけを死骸の隣でぬけぬけ言い出しそぼにするのです。ところで仏様は？平次は八五郎を目顔で押さえて早速仕事に取り掛かります。こちらにそっとしてありますが。せがれの幸之助は壁隣の六畳に案内しました。その部屋は主人の居間らしく、少しばかり調度が置いてあり、部屋の真ん中に座布団が2枚、その座布団をめちゃめちゃにシワにして主人の東秀祭栄吉は締め殺されているのです。締め殺されているのはその顔のほんの少しの特徴で、平時にはよくわかりますが、その死骸のそばには縄も細引きもなく、死骸の首には紐の跡もありません。これはどうしたことでしょう。親分、顔はむくんで目玉が飛び出しているし、唇に傷があるところは間違いもなく締め殺されたんだが。八五郎は小首をかしげました。唇の傷は猿器のせいだが、紐の跡がなくって喉仏がやられてるのは柔の締め手だ。へえ。八五郎は肝を潰しました。見ろ、体はあざだらけで所々に火ぶくれがある。おめえでも見当はつくだろう。平次は丁寧に死骸を調べながら、全身にひどい皮下出血のあることや手足にやけどのあるのを指摘しました。何が何やら少しもわかりませんね。死骸は羽織を着ているが、羽織の紐が取れているだろう。この通りとんでもねえ方に放り出してあるが。平次は部屋の隅からつくねるようにしてあった2本の紐を持ってきました。それをどうしたんでしょう。手は後ろ手に刺して右左の親指を2本並べて縛ったのさ。そうすりゃ羽織の紐1本で大の男が動けなくなる。あとの1本は？それで足の指を並べて縛ったにちげやるめ。その上猿ぐつわをかませりゃ、どんな拷問にかけてもグーとも言えねえはずだ。拷問ですか親分。体中の傷とやけどはそう思うほかあるめえよ。ことにやけどはキセルでやったものらしい。ひでえことをしたもんすね。最初は向かい合って座って穏やかに話をしてきたことだろうな。話がつかなくなって、相手は東秀祭を手ごめにし、声を出させねえために当て身ぐらいは食らわせたかもしれねえ。溝落ちの急所が少しやられている。それから猿ぐつわで手足を縛って拷問に取り掛かったんだ。へえ。どうしても東秀祭は口を割らねえから喉笛を閉めた。最初は殺す気がなかったかもしれねえが、腹立ち紛れに力が減ってとうとう落ちてしまった。その上悪いことにはいろいろ手を尽くしても生き返らなかったらしい。見ていたようっすね親分。平次の推理のよく行き届くのに驚いたのは、八五郎だけではなく、せがれの幸之助も内弟子の倉松も、その後ろから覗く顔のどれもが肝を潰しております。すると誰がこんなことをやったんでしょう親分。そいつはこれから調べるほかあるねえよ。ともかくも五月人形がくせえ。え？幸之助さん、今の話は聞いたこったろうな。え？せがれの幸之助はつままれたような顔を上げました。おめえの父親へ誰がこんなことをしたか見当ぐらいはつくだろうな。平次は自信に満ちた調子でせがれの幸之助に尋ねました。それが一向に私には分かりませんが、
私は不器用で人形師になれそうもなく、親父も愛想を尽かして今から8年前、親父の仕事の上の禁酒でもあり、飲み友達でもあった田島屋の先代の徳右衛門さんにお願いして、はかり人のような奉公人のような店中の者に羨まれるような奉公をさせていただき、それから引き続いて今のご主人の厄介になっております。時々は親の家へも参りますが、毎日そばにいるわけでもございませんので、近頃は親父がどんな人と仲良くしているか、どんな人に恨まれているか、まるで見当もつきません。幸之助の言うのはもっともでした。人形師を嫌って商人になった子には、名人かたぎの当主祭が大した親しみを持たず、そのため立ち入った話をしなかったというのもうなずけます。当主祭というのは全くの江戸の職人で、機関機らしい中老人ですが、体はまことに貧弱で、これなら相手はそんなに力や腕がなくとも取って押さえて拷問にかけられないことはありません。おめえにはわからねえのか、当主祭は日頃どんな人と懇意で、どんな人と仲が悪かったんだ。平次は内弟子の倉松に話しかけました。びくに会ののろけを言う三重男ですから、あまり賢そうではありませんが、この男がとんだ器用者で、師匠の当主祭は自分のせがれの幸之助よりも当てにしていたと、これは後で聞いたことです。誰と言って田島屋さんの先代の徳右衛門さんとは仲が良かったようで、人様に恨みを受けるような人じゃありませんが、仕事が上手で金に綺麗だったので、仲間からは邪魔にされておりました。倉松の言うことはこれが精一杯です。ゆんべおめえは一度もこの家へは戻らなかったのか。牧長のお千代に聞いてくださればわかりますが、花雨がかじりついて話さなかったんで。八五郎はムカムカするらしく、窓の外へペッと唾を吐きました。通いの弟子二人はこの時駆けつけてきました。昨日の今日ですっかり朝寝をしているところへ、これも急の使いで慌てて飛んできた様子です。鶴次郎と今朝松という18に17の若者、二人とも元服したばかりの、これは何を聞いても拉致が飽きません。平次と八五郎は人当たり近所の噂も集めてみましたが、当主祭には殺されるほどの敵があるはずはなく、少し頑固ではあったが、江戸っ子らしい気前のいい中老人で、誰とでもすぐ仲良しになれたということでした。昨夜は客があったらしく、珍しく大きい声で話をするのが聞こえたが、間もなくパタリと止んで、今朝死体が発見されて驚いたというだけのことです。たった一人町ゆえ行った帰り、派手な羽織を着て、この暖かいのにおこそ頭巾をかぶった女が当主祭のうちへ入ったのを見たという人がありました。それは間違いがありません。今時あんな羽織を着るのは辰巳の芸者衆でなきゃ女芸人でしょうよ。背の高い、顔は見ませんが、そりゃいい様子でした。それは当主祭のうちの裏に住む女房でした。時刻は4つ10時少し過ぎ、それ以上のことは何にも分かりません。第3章。平次はそれから人形を壊されたうちというのを3軒順々に回ってみましたが、どちらも5月になって蔵から5月人形を取り出し、子供のために飾ってからの出来事で、夕暮れ時のどさくさに紛れ、くせ者は人形を飾ってある部屋に忍び込み、手当たり次第に荒らしたというだけで、何の証拠も残さず、取られたものもないので、全く捕まえどころもありません。だがそれから2日、事件は思わぬところに発展しました。人形を荒らされた3軒のうちの1つ、本町2丁目の呉服屋、田島屋徳之助のうちで、主人の徳之助とその義理の母親、つまり先代徳右衛門の女房で、女隠居のお今、毒を盛られて、主人は若くて元気なだけに助かり、年をとって日頃体の弱かった母親のお今はとうとう死んでしまったという事件でした。とうとうやりやがったな。田島屋からの使いで平次は飛んで行きました。
日本橋の目抜きの場所で繁盛している田島屋の店、不気味な人殺し騒ぎなどがあろうとは想像もつかない堂々たるものですが、主人の徳之助はようやく命だけは取り留めて、世事方の親分、とんでもないいたずらをされました。人形荒らしはともかく命まで狙われちゃかないません。他下手人を捕まえて思い知らせてやってください。青い顔を上げて平次に頼むのです。三十を四つ五つ越した立派な男前で、先代が死んで2年になりますが、今ではもう王朝人の跡取りの貫禄は十分商売仲間からも立てられております。精悍な感じのするいい男ではありますが、体は小さい方、身の回り調度もなかなか整っており、江戸の通人の一人として近頃めきめきと評判の高くなった男前です。どんな様子でした？私が代わって申し上げましょう。介抱していたのはおかみのおみつで、これは25、6、油の乗った非凡の美しさですが、王朝人の連れ合いとしては少し行き過ぎ、全身にただならぬものを匂わせます。どうぞ。平次は静かに促しました。私はお袖さんと一緒に、これは主人の妹分の田島屋の娘でございます。祝い事があって親類へ参り、暗くなって戻りました。その間に主人は一人で晩酌をやって夕食を済ましたそうで、何かその中に悪いものが入っていたのでしょう。間もなく苦しみ出しました。するとしばらく経ってから隠居所の母親も同じように苦しみ出し、町内の本堂健斎先生に来ていただいて精一杯のことをいたしましたが、主人はようやく助かり、日頃体の弱い母親は。おみつは声を落とすのです。毒は何に入っていたのか分かりませんかい？先生のおっしゃることは、石見金山猫いらずらしいということで、晩酌の時食べたウニの塩辛がいけなかったようでございます。それは玄斎先生は調べてみるとおっしゃって持って帰りました。主人はまたあれが大の好物で。ご隠居さんもウニにやられたんで？いいえ、隠居はウニが大嫌いで、これは田楽の味噌がいけなかったと申します。するとご主人とご隠居と別々に毒を盛られたことになるわけで。そんなことになりましょうか。三つもそう言われると、はなはだおぼつかない返事になります。おやめ、変な細工をする下手人じゃありませんか。八五郎はきな臭い顔をしてみせます。行き届きすぎるな。ともかくもご隠居の方を見よう。平次は立ち上がると、おみつは番頭の庄兵衛を呼んで案内をさせました。50年配の頑固そうな男、手職を持って先に立ちます。大変なことだな番頭さん。足も肝を潰しました。私ども奉公人はお勝手で一緒に食べましたが、これは一人も間違いはございません。そんな悪いことをする人間がうちの中にいるのか？とんでもない。主人やご隠居様を恨む者なんかあるはずもございません。お勝手は誰がするんだ？下所のお腹が一人で引き受けております。もっとも忙しい時はお嬢さんやご隠居さんが手伝いますようで。おかみさんは？まあお嫌いのようで。この家の空気は番頭の言葉尻にもうかがえます。隠居所は廊下続きの離れになった6畳と3畳で、母屋の豪勢さに似ず、これは思いのほかに簡素です。銭形の親分さんで。番頭がささやくと、死骸の上に泣き伏していたらしい娘ははっと顔を上げました。20歳そこそこの、これは初夏の花のような爽やかな美しい娘ですが、かわいそうにひどく足が悪く、そのため縁が遠いと後で分かりました。娘は涙に濡れた顔を無造作にたもとで拭いて、部屋の隅にいざり寄りました。外から帰ったばかりの晴れ着らしい赤い帯、頬が涙に濡れて、小さめの顔が本当に花のように匂いそうです。母親のお今は
50というにしてはひどく老けておりました。髪も半分は白く、黒を刻んだ芝の深さもこの大家の隠居らしくはありません。死骸は娘の手で一応清めてある様子ですが、騒ぎに紛れたか線香一本水一つ備えず、あまりそばへ寄りつくものもなさそうです。平時の慣れた目で見ると間違いもなく独死で、前後の様子を聞くと秘跡の中毒ということがわかります。下手人に心当たりはありませんか、お嬢さん。おそではこう聞かれても黙って首を振るばかりです。泣きじゃくりの間から止めどもなく流るる涙をせんすべもなく拭くのが精一杯です。おっかさんを恨んでるものがあったでしょうね。しっかりしてください、お嬢さん。おっかさんの仇はお嬢さんでなきゃ見つからねえ。でも私には何にもわかりません。母は父が死んでからは時々死にたい死にたいと言っておりました。これほどの大家のご隠居で死にてえというのは変じゃありませんか。さあ、それは年寄りの口癖とも言うべきでしょうか。今日はどこへ行ったんです、お嬢さん。番長の親類へ。店が忙しくて徳之助さんは行けなかったので、おみつさんと私が参りました。おっかさんはまだ50そこそこですけれども、体が丈夫でないので外へは出かけません。おそでは悲嘆のうちにもこれだけは話しましたが、日頃口数の少ない娘らしく、平次もこれ以上のことはこの娘からは引き出せそうもありません。第4章。番頭の庄兵衛は口の重そうな50男で、商売の道には賢いかもしれませんが、調べの相手には骨が折れそうです。本当のことを言ってくれ。このうちにはいろいろ厄介な戦いきさつがありそうじゃねえか。隣の三条に引き入れてこう聞くと、そんなこともございませんが。一向に反響がないのです。おめえさんはこのうちに何年奉公しているんだ。35年になりますが、もっとも一度のれんを分けていただいて、山の手で同じ商売を始めましたが、商売がうまくいかない上に女房に死なれて、またこのお店に戻り取り締まりをいたしております。それはいつのことだ。先代の旦那様がまだお達者な頃で、10年にもなりましょうか。その先代の主人はいつ頃亡くなった。2年前でございます。今の主人は。4年前からこのうちに入られました。お生まれは在家型で、お嬢様のお袖様がまだ若かったので、縁組は後のことにして、ただご養子ということでこのうちへ入りましたが、それから3年後で。待ってくれ。すると今の主人の徳之助はあのお袖さんの婿になるはずだったのか。ええ、そんなことだったかと思いますが、先代の旦那様が亡くなった時は、今のご主人はおかみさんも子供もありましたようで、四十九日が済むとあのおみつ様を坊ちゃんと一緒にこの家へ入れ、親類方やご近所町内の主だった方へもご披露いたしました。みんなそれで黙っていたのか。口を聞くような近いご親類もございません。それにお嬢様はあの体で至って内気ですから、ご自分で進んで身を引いたようなありさまで。へへ。番頭の庄兵衛も今の主人の仕打ちにはよほど腹が立ったらしく、平次の問いに対して最初の慎み深さとは違って、随分と思い切ったことを言うのでした。番頭さんも随分腹を据えかねた様子じゃねえか。35年も奉公していて何にも言わなかったのか。なんと申しても私は奉公人で、かれこれ申す筋合いではございません。もっとも近いうちに私もおいとまをいただいて、もう一度小さい店でも持ちたいと思っておりますが。庄兵衛が御用聞きの平次の前でこう遠慮のないことを言ったのも理由のあることでした。ところでこのうちの養子にした徳之助の身元を番頭のおめえが知らねえというのは変じゃねえか。存じてはおりますが。言いたくねえというのか。そんなわけじゃございません。7、8年前、田島屋はおかみの御用を務めておりました。御呉服どころと申して、後藤縫之助様のご支配で
孫棚ではございましたが、見識のあった店でございます。その頃少しの手違いで、お呉服商御免の上、重いお咎めもあるはずのところを、係お役人の若手で聞け者の坂田万右衛門様が取りなし、ご自分の手落ちにして身を引かれたので、そのまま大したたたりもなく済みました。その坂田万右衛門様が田島屋に養子に入られて、今の旦那様となった田島屋徳之助様でございます。なるほど、それでよくわかったよ。そんなわけで、お武家上がりのご主人と腹からの町人の私どもはどうもしっくりまいりません。いずれこの騒ぎが済んで代わりの番頭が見つかりさえすれば、私は身を引くことにいたしております。ところで、その主人の徳之助と隠居のお今さんを殺す気になるのは誰だろう。さあ、そこまではわかりませんが、番頭の庄兵衛は小首をかしげますが、何やら思い当たることがありそうです。大事なことだ、隠し立てをせずに打ち明けてくれ。おめえには35年越しの恩人と言っていい女隠居の仇じゃねえか。それに相違ございません。ご当家には重視の年から海山のご恩で、私はご隠居様がお嫁に来られた時から存じております。まことにいい方でございました。それその通りだ。そのご隠居と一番仲の悪かったのは誰だい。娘の婿になるはずだった今の旦那様を横取りしたご新造のおみつさんとはうまくいかなかったようで。もっともなかったな。お嬢さんのお袖さんはあの通りの内気な方で、それにお足の悪い引け目もあるためか、ご新造さんとは表向き仲のいい方でございますが、若い女同士というものはまた格別で。主人の徳之助さんの気に入りは奉公人のうちで。さあ、武家での主人徳之助が店中の嫌われ者であったことが、庄兵衛の苦渋な顔によく現れます。それじゃあ主人と仲の良くなかったのは誰だい。私などはひどく煙たがられた方で、もっとも手代の幸之助なども今を取りたがっておりましたが、あれはお嬢様に気があるので我慢をしていたようで。幸之助というと人形師東秀斎のせがれか。さようでございます。東秀斎もかわいそうなことをしました。あれはまことに厄介な頑固者でしたが、ご当家の先代の徳右衛門様とは無二の間柄で、酒だ碁だ花だ雪だと言っては呼び出しておりました。東秀斎と今の主人の徳之助とはどうだ。先代からの引き継ぎで一通りのお付き合いはいたしましたが、武家の出と腹からの江戸の職人とはやはり反りの合わないものがあったのでしょう。その幸之助はいるのか。まだ鎌倉町の自分の家におります。父親が死んだ後始末でしょう。もっともお棚からは近いので、毎日一度や二度は参ります。今度の騒ぎを聞いて駆けつけてきましたが、先ほど鎌倉町へ戻ったようでございます。番頭の庄兵衛、無口らしく頑固らしい様子に似ず、思い切っていろいろのことを打ち明けてくれましたが、おそらくこれは新主人に対する日頃の鬱憤を漏らしたものでしょう。第五章、お勝手に回って下女のお腹を呼び出してみました。新蔵のおみつは主人の介抱に忙しく、近所の衆や親類たちは店で雑用に追われて、幸いこちらのことにはあまり気を取られていない様子です。お腹は30前後の働き者らしい女ですが、出戻りで男を諦めた風体がいかにもお粗末です。三度のものはおめえ一人でこしらえるのか。先ごろまでもう一人おりましたが、この3月の出がわりから私一人になってしまいました。もっとも掃除は小僧たちが手伝ってくれますし、お勝手もご隠居さんとお嬢さんが半分は手伝ってくださいます。
ご心臓は飯の炊き方も知らないのがご自慢で、その代わり芸事は大したものだそうですよ。昔はお留守居や御用商人を相手に金の降るような盛り場で鳴らしたそうですから、もっともそのまた大昔は米の一升買いから味噌こしを下げておからまで買った様子ですが。この女が思いのほか口が悪そうです。主人徳之助夫婦の奉公人に対する日頃の当たりようが思いやられます。今晩の支度の時もご隠居が手伝ってくれたのか。いつものことですから気にもしませんでした。お膳立てから煮物焼き物の世話まで。それから私が旦那様のお膳を運んでいくと、ご隠居様はご自分のお膳を離れに持っていらっしゃいました。それからお勝手で私どもが揃ってご飯にしてざわざわしておりますと、急に奥の騒ぎで。ご隠居の？いえ、急に旦那様が苦しみだして大変で、早く早く医者医者をと怒鳴ると、うち中の者がみんな旦那様の部屋へ飛び込み、その中で小僧の宗吉が庭から裸足で飛び出して町内の賢斎様のところへお迎えに行きましたが、あいにく5秒か先へ行かれてお留守だったそうで、半時近くも待たされました。でも旦那様は武家育ちで、こんなことには心得があったそうで、食べ物を無理に吐いたようで、旦那様だけは助かりました。待ってくれ、その間ご隠居はどうしていたんだ。旦那様が苦しみだした時、うち住民が旦那様のお部屋へ駆けつけました。その人数の中にご隠居様のお顔も見えたようですが。それは本当か。間違いねえだろうな。間違いありません。うち中でおつむの白いのはご隠居様だけですから。するとその後でご隠居は苦しみだしたんだな。さようでございます。しばらく経ってから離れの方で人の苦しむ声がするので行ってみると。その時お嬢さんは？ご神祖さんと一緒にそれからしばらくして戻ってこられました。お嬢様が帰った時はご隠居様はもう行けなかったのか。本当にお気の毒でした。ところで主人の徳之助はこのうちに養子に入ったのはお嬢さんと夫婦になる約束だったというが、そのいきさつおめえは知っているのか。店中で、いえ町内で知らないものはありゃしません。でも旦那様がこのうちへ入る前からご親族とは他人でなかったそうですし、二人の間には子供まであったというくらいですから、先代の旦那様が亡くなるのを待ちかねて今のご親族様が入ってきたのは当たり前のことじゃありませんか。お腹はその頃の女のように諦めたことを言うのです。お嬢さんはそれを何とも思わねえのか。でもお嬢さんは内気でお体も悪いし、近頃では手代の幸之助さんの方がいいようです。なるほどな。そう聞くと平次自身も救われたような気になるのでした。まだ一つ聞きてえことがある。5月5日の晩、誰も外へ出たものはなかったか。出たものは一人もなかったはずです。でも若い人たちは時々夜遊びに出かけますから、時々はそっと抜け出すようで、私どもにはよくわかりません。そう言われるとそれだけのことです。あとは小僧たちに一通り会ってみましたが、大した収穫もなく、それくらいで見切りをつけて夜半前に平次は引き上げてしまいました。そうして町内の本堂賢斎楼のところを訪ね、田島屋の主人と女隠居に持った毒のことを伺いますが、と尋ねると、あれはやはり秘跡であったよ。秘跡には味も匂いもないから、うんと盛られても気がつくまい。多分石見銀山かな。こんなことを言うのです。主人も随分飲まされたでしょうが、よくあれで助かったよ。芯が丈夫なためだろう。ウニのほかに汁にまでまぶし込んであったが、ご隠居の方は？これは田楽だ。女隠居はウニなどを召し上がらないことを承知だろうな。気の毒なことにこれは手遅れで助からなかったが。賢斎の話には何の含みもありません。第六章。明くる日平次は一国橋の後藤縫之助の手代を訪ねて、5年前の田島屋の始末を訪ねました。銭形の親分では隠しもなるまい。実は言いたくないことだが、田島屋は
舞内を送ったことがお上の耳に入り、一時は御御福所御免の上重い咎にもなるべきであったが、はかり役人の一人坂田万右衛門と申す方が取りなしてくれ、御御福所御免だけの軽いお咎めで済んだ。その代わり半年たたぬうちに小役人の坂田万右衛門が両党を捨てて田島屋の養子になり、名も徳之助と改めたよ。世の中は至極重宝にできたもので、手代は苦笑いをしております。その舞内を受けたお役人はどうなりました？平次は重ねて聞きました。小坂善兵衛といってな、至って小心で清廉の人と思われていたが、魔が差したというものであろうか。もっとも騒ぎがまだ落着する前に人に切られて死んでしまったよ。へえ。下手人はとうとう分からずじまい。多分仲間の役人であろうという噂であったが、町方の探索が入らなければ武家方の内輪もめはかえって分からぬものでな、うやむやに葬られてしまい、お内儀と子供たちは気の毒なことに行方不明になったようだ。さようで、よく分かりました。平次は丁寧に礼を述べて引き取りましたが、この事件の奥の奥は容易ならぬものという暗示だけは受けました。それから10日。はあ、おやぶん、また大変なことになりましたよ。本庁あたりに下っ引きを配置して目を離さないように頼んでおいた八五郎が夜明けと一緒に飛び込んできました。田島屋に何かあったのか？その通り、今度はお上が、いや、あのご神祖と言わせている色戸島のおみつが夜中に小用へ行ったところを窓越し越しに首筋を刺され、今朝になって息を引き取りましたよ。時刻は9つ前だったそうで、大騒ぎをしている最中辺野国の鐘が鳴ったと、これは手代の幸之助の話です。よし、一緒に来い。平次はともかくも現場へ飛び込んだことは言うまでもありません。本庁二丁目の田島屋は重なる不気味な事件に近所の衆も怯えたものか、あまり寄りつくものもなく、恐ろしい緊張をはらんだ静けさで、しらじらと朝日に照らされておりました。銭形の親分、とうとうおみつがやられたよ。なんとかして下手人を。主人の徳之助は精悍な顔をこわばらせて平次を迎えるのです。お気の毒でしたね。ともかくもご本人に。案内されたのはいつか来たことのある奥の一間。おかみのおみつの死骸はそのまま床の上に持ち込まれて、血の気を失って横になっておりました。柄の大きい色っぽい女でしたが、死んでみると思いのほかで血を失った顔色などは青白く歪んで醜くさえあります。傷は喉を横からひとつき、おそらく精一杯の技らしく、くせ者は刃物もそのまま放り出していったということですが、それが田島屋のタンスの中にあった、かつて主人の徳之助が坂田万右衛門といった時代の差し料だったとは皮肉です。昨夜夜中に、めったにそんなことはないのですが、歩容に起きた家内が下から大変な声を出すので驚いて飛んで行ってみると、小壺の中でこの有様だ。明かりは？月があるので手職は持っていかなかった。寝巻きは？襦袢か何か？長襦袢の上へ少し冷え冷えするようだからと私のどてらを羽織って行ったが、いつも夜中に雇用に起きることはねえと言いましたね。そんなことはめったになかった。私は体がどうかしているのか、雇用が近い方でも夜も一度や二度は起きるが、家内はめったに起きたこともないのに。主人徳右衛門は悔しがるのです。念のため便所を見せてもらいましたが、これは王朝人のうちによくあるなかなか贅沢にできた紙便所で、一応洗い清めたといっても中はまだ惨憺たるものです。格子は紙を貼ってありますが、一箇所破れていて、そこから刀を突っ込んだものでしょう。こんな大家で便所の格子の紙の破れを知らないはずはないのですから、おそらくその日の昼か早くとも前の日あたり、くせ者が準備行為として紙を破ったものらしく、破れも不自然で大きく、中へ入った人のちょうど首のあたりを破っておいたのも訳がありそうです。
庭下駄を履いて外へ出た平次は二度びっくりしました。便所の外に足跡がありませんね。八五郎でもそれに気づいております。その上ほうき目まで入っている。手が届いたこっすね。鞘はどこにあったでしょう。庭の中に捨ててありましたよ。番頭の庄兵衛が教えてくれました。今朝誰が庭から裏の方へ入ったんだ。平次は誰ともなく聞きました。この騒ぎの中で庭なんか入ったものはありません。それは番頭の庄兵衛です。それじゃあ昨夜のうちに月明かりで入ったのかな。今朝早くお上が息を引き取る騒ぎの時かもしれんて。と平次は独り言を言っております。下手人の見当はつきますか。親分、傷は下から突き上げている。背の低い者の仕業さ。足跡がありゃそれを見せたくなかったんだろう。ゆんべ寝時時分に外へ出た者はねえか、一人一人当たってみつくれ。それから今朝庭を掃いていた者か、物置のそばからほうきを持ち出した者はなかったか。やってみましょう。平次と八五郎は手を回して内中の者の昨夜の動きを当たってみましたが、それぞれ立派すぎるほどのアリバイを持っていて手のつけようがありません。番頭の庄兵衛は二人の小僧と一緒に店二階に寝ており、手代の幸之助はその奥の三畳で番頭と小僧たちの頭の前を通らなければ廊下へ降りる工夫はありません。娘のお袖は母親の女隠居が死んだ後ひどく寂しがって下女のお腹も自分の隣の三畳に寝かしているので、これもお腹を何とかしなければその部屋を通ってそっと外へ出ることは難しく、いや一つ窓の戸を開けて庭へ飛び降りる術はありますが、足の悪いお袖にはその軽業はまず難しく、そう調べてくるとあの時外へ回ってお上のおみつを殺せるのは現在の夫の徳之助以外にはないということになります。徳之助は放埓な男ではあったにしてもまだ十分に惚れ抜いている女房を、しかも四つになる徳三郎という駒である女房をそんな細工までして殺すはずはないと思わなければなりません。すると親分、下手人は亡くなりますね。まさかかまいたちでも。バカなことを言え。かまいたちが刀を置いていくものか。一応八五郎は笑いましたが、平次もこの下手人は見当がつかないのか散々調べた後黙って引き上げるほかはなかったのです。第七章。それからまた10日、5月も末になって夜は真っ暗になった頃のことです。平次は八五郎に言い含めて絶えず田島屋の四方を警戒させておりましたが、女房の書なのかが済むか済まないのに、もう遊び始めた徳之助の噂を聞くと胸が悪くなってあの辺りに行ってみる気さえなくなった様子です。ところが、ある朝、八五郎の何度目かの大変が鉄砲玉のように飛び込んできました。親分、とうとう田島屋の主人が死んだんだろう。先をくぐられて八五郎はしばらく二の句が告げません。それを知っていたんですか、親分。そんなこったろうと思ったよ。本庁からでもかけてこなきゃ。まだ朝のうちだ。おめえのような達者な人間がそう汗をかくはずはねえ。殺生ですよ親分。そうと分かっているならなぜ早く。まあ、待てよ八。俺も今までそこまではと気を許してはいたんだ。おめえの汗だらけの顔を見るとしまった、田島屋の主人がやられる番だったと気がついたのさ。冗談じゃねえ。あっしはまた親分が器用な占いをするのかと思いやしたよ。ともかくあの達者な武家上がりの主人が酔いざめの水を飲みに夜遊びの帰り井戸を覗いて落っこって死んだらしいんで。いや、過ちじゃあるねえよ。平次は八五郎と一緒にもう一度本庁二丁目までかけて行きました。重ね重ねの不祥事で田島屋の者はさすがに怯えきってしまい、大きい声で物を言う人間もなく、あちこちに首を集めてひそひそと話しておりますが、八五郎を先に立てて平次がやってきたのを見ると、はあ、親分さん方たびたびご苦労様で。番頭の庄兵衛はくすぐったいような鬱陶しい顔をするのです。こんなことになりゃしねえかと思ったが、俺が見張っていてもどうしようもなかったよ。何はともあれ仏様は
今朝井戸から引き上げて奥に寝かしてあります。どれどれ。番頭に案内されて奥の主人の部屋に通りました。濡れた着物だけは脱がせて乾いたものに変えさせておりますが、髪の毛はぐしょぐしょで精悍な額から頬へ傷だらけ、手足の爪まで剥がして二目と見られぬ凄まじい形相です。多分這い上がろうとなすったことでしょう。この通りのお気の毒なありさまで。這い上がろうとしたがひどく酔ってしまって手足も自由にはならなかったのでしょう。その死に顔にも恐ろしい苦悩がこびりついて、まことに恐ろしい断末魔が思いやられます。主人は近頃夜の外出は多かったそうじゃねえか。若い上にご親族が亡くなって寂しかったことでしょう。さすがに泊まることはありませんでしたが、毎晩のようにひどく酔ってお帰りでした。時刻は4つから9つになることも珍しくはなかったようで、ゆんべは井戸へ落ちた時音ぐらいは立てたことだろうが。何にも存じません。井戸は裏の方で、私どもは表の店二階に休んでおりますから。それに武芸ご自慢の主人は井戸へ落ちたところでキャットもスーとも悲鳴はあげなかったことと思います。井戸は深いのか。あの辺の井戸にしては珍しく深い方で、水もよくて近所からもらいに来るほどでございます。主人は泳ぎの方は。武芸は一通りは心得ているが、母親が大事にしすぎて水泳だけはやらなかったと笑いながら話したことがございます。井戸へ落ちたら泳ぎを知らねえ主人が人の助けぐらいは呼んだことと思うが。近頃はお勝手の隣に休んでいた女中のお仲も離れの方に休んでおりますので。じゃあ井戸へ行ってみようか。平次と八五郎はお勝手から回って井戸へ行ってみました。町家によくある手頃の鶴瓶井戸ですが、水は深くても井戸そのものが浅いので、鶴瓶は井戸川の外に引き上げてあり、2軒ほど下はもう水肌で、主人が散々中で動いたらしく、水はひどく濁って不気味にさえ見えます。井戸川は真新しく、なるほど、これに落ち込んだら一人で這い上がるのは難しいでしょう。声を立てても聞き取れないとすれば、泥酔した大の男も死ぬよりほかはありません。蓋はねえのか？坊ちゃんが危ないので蓋もあります。用のない時は蓋をするようにと固く申し付けておきますが、若い者たちはよく忘れますので。それに主人がお帰りになった時、よく鶴瓶から酔いざめの水を飲みますようで、夕方蓋をしておいても朝は蓋を放り出されていることもあります。ゆんべは蓋をいたしましたが、今朝は蓋が払ってありました。この通り井戸端の向こう側に蓋は横に置いてありますよ。八五郎が持ってきてくれた井戸の蓋を平次は受け取って念入りに火に透かしたり埃を吹いたりしております。今朝主人の死骸を見つけたのは誰だ。下女のお腹でございます。水を汲みに来て死骸が浮いているのでびっくりしたそうで。ところでゆんべその時分外へ出たものはなかったのかな。さあ大抵うちの中に揃っていたようですが、手代の幸之助殿は鎌倉町のうちへ夕方から行って泊まりました。それを聞くと平次はちらりと八五郎の方を振り向きました。心得た八五郎は鎌倉町の東秀斎の住んだ家へ飛んで行ったことは言うまでもありません。それから平次は二人の小僧や女中にも会ってみましたが、主人は毎晩ひどく酔って帰ることと、裏の井戸で鶴瓶から酔いざめの水を飲むことは誰でも知っており、誤って井戸に落ちて溺れたということも一人も疑うものはなかったのです。だが平次は考えました。武芸自慢の主人が酔って井戸へ落ちたというのも他愛がなく、これだけの井戸に落ちて散々もがいたらしい主人の声を立てないというのも変です。まもなく八五郎が戻ってきました。おいおい、あの手代の幸之助の野郎ですよ。何？幸之助は鎌倉町のうちにはいなかったというのか。容易に来たそうですが、四つ頃出かけてしばらく経ってからまた鎌倉町へ帰り、夜が明けてから本町の店へ行ったそうです。そうか、そんなことだろうと思ったよ。ここへ連れてこい。待って。八五郎は飛んで行くと
おどおどした幸之助の襟首をつかんで井戸端へ引きずってきました。おい、この野郎、おめえが下手人の証拠を見せてやる。井戸へ来て覗いてみろ。あ、私は何も知りません。この昨夜鎌倉町のうちを一時も開けたそうじゃねえか。その間どこへ行った？それを言わなきゃてめえが衆殺しの下手人だ。八五郎のクソ力に引きずられて井戸端の流しに崩折れた幸之助は、男がいいだけにまことに惨めなありさまです。さあ親分、この野郎を縛ったもんでしょうね。待て待て、一言だけ聞きて。おめえの父親東秀斎を殺したのはおめえの主人の田島屋徳之助にそうやるねえな。平次の言葉は予想外でした。その通りです親分、もう何にも申し上げることはありません。さあどうぞ。幸之助は自分の手を後ろに回すのです。待ってください、徳之助を殺したのは幸之助殿ではありません。娘のお袖が不自由な足で井戸端まで飛んできました。お嬢さん、本人が白状するんだから。それを抑える八五郎に、いいえ、幸之助殿は昨夜四つから九つまで離れの私の部屋におりました。下女のお腹は？昼の疲れで何にも知らなかった様子です。嘘だと思ったら来てみてください。幸之助殿はいつも私の部屋へ窓から入るのですから。平次と八五郎が娘お袖の導くままについていくと、その言葉の通り離れの窓下は男下駄の足跡でいっぱい。もういい、もういい、その男を縛るまでもあるね。主人の徳之助はやはり酔いざめの水を飲みすぎて死んだのさ。でも親分、それより俺は見てえもんがある。番頭さん、壊されたという五月人形を見せてもらおうか。へえ。番頭の庄兵衛は土蔵から大きな箱を二つ三つお勝手に運ばせました。その中には正気やら金太郎やら竹の内の宿根やらめちゃめちゃに壊された五月人形がいっぱい。東秀斎が書類を五月人形に隠したというが、どこに売られていくかわからぬ人形に隠すはずはねえ。田島屋からあつらえられたこの一組の人形に隠してあるに違えやるねえ。と言ったものの、こう壊された人形ではもはや調べようもありません。八、ナタを借りてくれ。誰も気のつかねえ、隠せそうもねえところに隠してあるに違えねえ。金太郎の腹掛けや竹の内様の鎧じゃねえよ。まさかりだ八、その歯と歯の間を割ってみてくれ。ほっ、これは。それは実に見事でした。無傷の大まさかりの中ほどにナタを入れて一気に割ると、中から半紙二三枚に書いた密書が一通。どれどれ。平次は黙読してそれを懐に入れると、みんなの顔を静かに眺めて、それじゃあ後を気をつけろよ。東秀斎を殺したのはこのうちの主人の徳之助で、その徳之助は酔っ払って井戸へ落ちて死んだんだ。元凶を殺したのは？八五郎は不足らしい顔で振りあおぎました。食い物の中へネズミかなんかが毒を落としたんだろう。それじゃあ仲良く暮らすんだぜ。平次はもう後も見ずに引き上げるのです。しばらくたって幸之助とお袖が夫婦になり、田島屋の後は無事に立ちました。その頃八五郎が、あの一件は腑に落ちねえことばかりだ、絵解きをしてくださいよ、とせがむと、平次は、何でもありゃしねえよ。徳之助は悪い野郎で、賂を取って田島屋の先代徳右衛門を罪に陥れ、それを救ったことにして恩を売り、同役を殺して口を塞いだ上、田島屋の養子になって乗り込んだのさ。田島屋の先代徳右衛門は薄々それを知ったが、荒立てると自分もただじゃ済まねえ。そこで徳之助の悪事をこまごまと書き残し、日頃懇意にしていた東秀斎に頼んだことからこの騒ぎが始まったんだ。隠居を殺したのは？隠居が自分でやったのさ。娘に宴を着せねえために娘の留守に徳之助に毒を盛り、それが効いたと知ると自分も同じ毒を飲んだ。徳之助は助かったが、隠居の方がかえって死んだ。娘のお袖はたまりかねて徳之助が長寿へ行ったところを刺すつもりで、間違って背が高くて男のどてらを羽織ったおみつを刺した。月があっても夜だから。でもあの娘があの窓からよく出入りしたよ。
窓の下を吐いたのは幸之助の細工さ。娘の仕業と知ってそれを助けてやるために朝早く足跡を吐いた。そのことから思いついて、徳之助が井戸で殺された時は娘の方が窓の下に男下駄で足跡をこさえて幸之助を助けた。へえ。でも幸之助が主人の徳之助を井戸に突き落として殺したことに間違いはねえよ。井戸の蓋には重いものを乗せた跡や泥がついていたし、もう一つ窓の外の男下駄の足跡は左の方がひどく深くて右の方が浅かった。間違いもなくびっこのお袖のつけたもんだ。はあ、なるほど。でもあの二人を縛る気にはなれなかったよ。悪いな徳之助さ。平次は相変わらず縛ることの嫌いな男でした。野村古道作銭形平次捕物控えより五月人形初出オール読み物昭和27年1952年4月号より読み切り